熊田茜の熊チャレブアフタートーク、イエーイ。皆さんこんにちは、熊田茜です。毎月ランティス YouTube チャンネルにて熊田茜の熊チャレブ配信しております。こちらの声優グランプリチャンネルでは収録後の感想をお届けします。いや、初めてリモート収録での打ち合わせから始まって、今回はですね、この熊チャレブという企画は撮影当日まで何をするか私本人が本当に聞かされていないというめちゃめちゃドキドキな企画なんですけれども、今回もリモートでこう突然ね、打ち合わせが始まり、今回はスタートアップドリームが主題歌になるとしたらどんなストーリーの物語にしたいか、そしてそれを紙芝居にしてくださいというチャレンジが発表された時に、紙芝居っていう単語まず久しぶりに聞いたなと思って、小学生ぶりですか？しかもそれを自分で物語からイラストから一から自分で作り上げなきゃいけないということで、私できるかなってドキドキしたんですけれども、今回ですね、なかなか紙芝居作り難しかったです。もう本当に初のチャレンジで、まずストーリーから作り始めたんですけど、たくさんの人に共感していただけたらいいなと思って、なんかこう全部なんですかね、生い立ちとかをはっきりつけすぎちゃうと、そのなんていうんですかね、その経験をしたことない人はちょっと共感しにくくなっちゃったりしたら嫌だなと思って、まず主人公宇宙人の女の子にしてみたんですね。で、なんかその方がなんだろう、こう実体験の共感というよりはなんか心の感情としての共感がしやすくなるんじゃないかなと思って、主人公宇宙人の女の子にしてみました。そしてスタートアップドリームの歌詞とちょっとリンクさせたいなと思って、こう迷ったり悩んだりとか、思いと思いがつながってっていう歌詞が私はとっても素敵だなと思っていて、それを子どもたちの優しさと優しさがつながって一人の女の子を幸せにするというストーリーにしてみました。で、紙芝居を調べたら8の倍数、8に16、はつちゃん24のどこかの枚数で紙芝居は出来上がっているということで、今回は8枚の紙芝居にチャレンジしてみました。その中で起承転結を考えるのはかなり難しかったですが、すごくいい経験になりました。で、イラストもすごくこだわったのが色合いなんですけど、皆さんが視覚からも楽しんでいただけるようにちょっとカラフルに色を使ってみたり、絵のタッチもちょっと絵本っぽくね、可愛くできたらいいなと思って頑張ってみたので、そちらもぜひ注目していただけると嬉しいです。今回のチャレンジ、本当に自粛期間中に本当に楽しいこうひとときを過ごさせていただけるきっかけになりました。なんか物語を一から作るってすごく面白いですね。私普段からなんかすごい適当に物語を作って家族に話すとかいうのもしてるので、なんかそれが生きていたらいいなぁなんて思います。収録の様子は雑誌声優グランプリでも連載という形で密着していただいておりますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いします。熊田茜の熊チャレブは毎月1回配信となっておりますが、皆様からのチャレンジ企画も大募集しております。今までもコメント欄にすごくたくさんのご意見書いてくださってありがとうございます。 YouTube のコメント欄を私もしっかりチェックさせていただいておりますので、いつも嬉しい気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。引き続きどんなチャレンジをしてもらいたいかを募集しておりますので、どうぞよろしくお願いします。そして衣装のリクエストもありがとうございます。企画に合わせて着ていきたいと思いますので、楽しみにしていてくださいね。それでは次回は7月に配信予定です。お楽しみに。熊田茜でした。バイバーイ。